はい、それでは第4項行ってみましょう。はい、まずはですね、慶応義塾大学法学部の、2021年のですね、イディオム問題から行ってみたいと思います。はい、また会話ですね。In the dialogue that follows, words have been removed and replaced by spaces number 21 through 28 from the boxed list A and B below. Choose the most appropriate word to fill each of the numbered spaces. まあ、空欄に埋めるのはどれがいいでしょうっていう問題ですね。行きます。今回はドナルドとエイミーが喋っていますね。Look who is already at work today. ね、まあこれ look ってまあこう出だしにってよく使うね。おお、誰今日早いのはみたいに言ってますね。Well, I'm no longer quite the knight なんとか that I used to be ですね。はい、かつて私はこうだったんですよね。こうだった、これではもはや何々ないよって言ってますね。Knight owl ですね。まあこれは知っといていいですよ。はい。え、owl っていうのはフクロウの子ですから、はい、夜。ね、いるアウル。だから夜型人間ですね。はい、私もそうですね。かつては夜型でしたけど、この夏、今、朝、授業がいっぱいあるので、はい、朝型になりましたけどね。That's good. いいね。As they say, the early なんとか catches the worm. これも知ってなきゃいけないですね。The early bird、yes. catches the worm. っていうのも、これも基礎表現ですね。はい、早起きは三文の毒とかって言われますが、いわゆる鳥さんがですね、worm っていう、こう、毛虫みたいなやつ、なんていうの、こうミミズみたいな、ああいうのをこう、掴む。って言ってるわけですね、早く。As they say とか、まあまあことわざにあるようにとかね、people say みたいな感じですよね、みんなが言うようにとか、ことわざにあるようにみたいな形の表現です。You said it! ですね、その通りって言うんですね。これアメリカ英語でね、That's right! っていう意味です。で、これ You said に当たるものですね、後でまた出てきますので、はい、そこで話します。I haven't seen you for a while!、ね、しばらく見てなかったけど、絵作とかね、for a while かけるようになってね。How have you been? どうしてた? How have you been? とかね。How have you been doing? とかね。よく言う表現です。I've actually been as busy as a なんとかですね。これと同じぐらい忙しい。だめっちゃ忙しいっていう表現ですね。はい。この中で忙しそうな生き物どれですか?そう。B ですね。働き蜂っていうじゃないですか。はい。だからね、もう8ぐらい忙しかった。めっちゃ忙しかったんだよ。I've started to take an online course in veterinary medicine. ですね。veterinary だから動物ですね。はい。だから獣医学ですよ。あ、メディシンって別に薬だけじゃないですから、その医学、医療のこともメディシンですからね。うん、Why? なんで ?Haven't I told you? ね、言わなかったっけ ?I'm getting sick and tired of this job.、ね、もうこの仕事もううんざりですね。Sick of it. Tired of it.、ね、so I'm quitting.、ね、やめる。And pursuing my dream.、ね、はい。私の夢を追い求めるんだ。未来のことを進行形で表せますから全然問題ないですよ。Seriously? マジ? Please don't tell anybody else just yet.、ね、まだ伝えないでね、他の人には。I don't want to let the なんとか out of the bag too soon. ですね。すぐにこれがバレちゃうと困るってですね、秘密がこう表に出ることを let the cat out of the bag と言います。これはですね、言語学の非常に謎なんですよ。これを研究してる人いっぱいいるんだけど、なぜ、ね、猫が出たら秘密になるんだろうっていうね、なんとなくまあ想像ができるんですけどね、はい、わからないんですよこれね、またね、はい、まあ似たようなやつというか、こう秘密をばらすとかっていうので、spill the beans なんていうのがありますね。まあこれは豆がこうバーって出てくんで、まあなんか想像はしやすいんですけどね、なぜ猫なんだろうっていうね、はい、ということでした、はい、で次行きましょう。It will be a pity if you leave. ですね。いなくなっちゃったらちょっと残念だよ、寂しいよっていうね。残念だよと、これ、pity ね、めちゃめちゃ大事です。あ、pity なんですよ。ほら、what a pity とかさ、it is a pity that とかってね、残念だっていう時に、英作文で使えたりもするんですけど、間違える人がすごく多いですね。あ、pity とか、あ、shame ね。両方、あがつくっていうのを絶対忘れないでください。これ、英作で間違えるポイントです。I've actually just overheard our boss say that. ね、ボスがこうやって言ってるのを聞いたよって。over here ですね。聞いちゃったよって、ね。He was thinking of putting you in charge of an upcoming project.、ね、はい、今度のプロジェクトの責任者にしようとしてる。be in charge of ですね。なんとかの責任にある。When and where did you hear that?、ね、いつどこで聞いたの、ね、?Even so, そうだとしても、I'm leaving.、ね、もう辞めると言ってます。はい、I feel like a なんとか out of water in this office. このオフィスで水から出ちゃってるものって言ったら想像できるでしょ、これですね。はい、そう、水から出るのはフィッシュです。はい。だから水から出ちゃってしまった。まあ日本だとね、水を得た魚はいいですけど、水から出た魚はダメでしょう。ね。だから合ってないってことですね。場違い的なものですね。だから丘に上がったカッパとかじゃないですかね。日本のことわざで言うところのね。
というふうに全然合わんと、これですね、自分の力発揮できないんでしょうね、きっとね。If that's what you think、ね、そう思うんだったら I won't try to dissuade you ですね。あ、persuade の逆ですね。 dissuade っていうのは説得してやめさせるってですね、はい、だからやめるのをやめさせるのを諦めるってね、しないよって。 Actually I have a hunch that you will be the one to oversee the project ですね。 hunch、 これもね、はい、難関台では出てきます。まあ勘みたいなもんですね。なんとなくだけどこうなんじゃないかな。 just a hunch とかってよく使いますね。で、あなたが、このね、そのプロジェクトをオーバーシーですね、はい、スーパーバイズする人になるんじゃないかっていうふうになんとなく思うよって言ってるわけですね、はい、オーバーシーズがこう前上から見てスーパーバイズする、監督するみたいなですね。 Why do you think that?、ね、なんでそう思うの。 You know, one customer after another comes to you like a なんとかとあ flame って言ってますね、はい、One after another ですね、これ次から次へとっていうですね、が、あんたのところに来てるよ、お客さんがね、like a なんとか to a flame ですね。火を炎に寄っていくのはどれかっていうのを分かればいいんですけど、まあ炎に寄っていくのねえじゃんって思うかもしれないですけど、がですね、はい、がとかさ、ほら電球とかにこうやって寄っていくじゃないですか。だから must like a must to a flame、ね、だからみんなに人気があるというか魅力的であるとかね、そういう時ですね、こうやってがが火に行くように寄ってくるよってですね、寄っていくよっていう表現です。 I don't know about that、 知らんけどみたいなね。 That's true, you're so sociable ですね、はい、こうですね、はい、この有効的というか社会性があるってことですよね。 sociable っていうのはね、そう、社会っていうのはいつも言うんですけどね、こう人と人との関わりのことが社会ですからね、間違えないでくださいね。そうだから人付き合いがいい、人と人とのつながりがだから sociable なんですよ。で、I on the other hand、 それに対して私は I've always been more of a lone なんとかですね、はい、単体で一人で行動するキャラクターですね。 Lone Wolf って言いますね、うん、これはしょっちゅう出てくるんですよ、ニュースとかでも。だ、犯行は Lone Wolf のものだったのか、組織的なものだったのかっていうのでしょっちゅう出てきますね。だからまあアメリカだと悲しいかな、銃のほら、ね、乱射事件とかってあるじゃないですか。あの時に組織的なテロだったのか、それとも一人で行ったものローンブーフだったのかっていうのはすごくたくさん出てきます。何度も何度もニュースで聞きます。残念ですけど1年に何度もこれは聞く表現ですね、うん、で、That's why I can't stand our boss ね、はい、我慢できない、やりましたよね、確かね、これ cannot stand で何々、何とかに耐えられない、我慢できないという時にこの stand は使ってくださいね。我慢できない。He's so nosy ですね。はい、nosy 何でも鼻を突っ込んでくるってことね。ね、詮索好きのとか、そういう時に使う表現です。I think you've got a なんとか in your bonnet about the boss ですね。はい、そのボスに対して、ちょっと誤解してるよみたいな時に使う表現ですね。これはまあ、アメリカであんま使わないって言ってたし、聞いたことないって言ってたけど、まあ、どれかって言ったら、B かなって言ってました。はい、でも、特に聞いたことはない。みんなわかるけど、なんでなんだね、ボンネットの方にね、こう蜂が飛んでるんですかね。マイク is not that bad ですね、そんなに悪くない。このザットは問われることもありますね、はい、そんなにっていう副詞のザットです、はい、これも出てくることありますので気をつけてください。空所補充で入れられない人ですね、そんなに。 Well, you may be right、 あってるかもね。 But people are just too complicated in my opinion ですね、複雑すぎる人間っていうのは。Animals are so much easier to communicate with ですね、はい、アニマルの方が簡単にコミュニケートできるよ。タフ構文ですね、 with の後ろかけててアニマルですね。 They don't lie or hide their true feelings、 本物の気持ち隠さないし、はい、コミュニケート with 人ですからね、これは、おお、これは絶対に with 抜かさないように気をつけてくださいね。本当に抜かしちゃう人が多くて、コミュニケート人って書いちゃう人が多いですね、コミュニケート A to B みたいに、これを B に伝えるっていう時だったらね、コミュニケートの後ろなんか目的を送るんですけど、はい、人は取らないですから、コミュニケート。Where's ってちゃんと覚えておいてください。はい。You can say that again ですね。はい。You can say that again。これがその通りという意味ですね。さっき You said it が出てましたけど、これ知らない人がすごく多いので、You can say that again。めっちゃ使う。むちゃくちゃ使う。はい。その通りっていうんでね。もう一回言えるようじゃなくて、その通りっていうんですかね。同じように。Tell me about it とかっていうのをめちゃめちゃ使いますね。その通りだよ。That's right っていうので、これは超聞きました。で、実際問われたことあります。どちらも You can say that again も Tell me about it も、会話問題で出題されていますので、ぜひともこれは押さえておいてください。過去問やって出会う人いるでしょ。はい。ね、この早稲田のやつやって、出てた
ってなる人いると思いますよ、うん、だからよく出るんですよ。はい、なんでこちらも覚えておいてください。